ベル47ベル 47G ベル47はアメリカ合衆国の航空機メーカーベルヘリコプター社が製造したヘリコプター178から 270HP のピストンエンジンで2から4人の乗員の機体である初期の民間用ヘリコプターのベストセラーで1945年12月8日に原型機モデル47が初飛行 量産タイプは1947年5月の初飛行以来1976年まで、イタリアのアグスタ、日本の川崎重工業、イギリスなどでのライセンス生産を含め、世界で約5600機が生産された。アメリカ軍では1947年に R-13 数として採用され、同盟各国の軍にも配備された。初期モデルの 47D は2座席で、 初めてバブルキャノピーを採用した機体であったが、エンジンの馬力不足で人員2名を乗せると何も積めない機体であった。続く 47D-1 はキャビンを拡大して3人乗りとし、スキット式の硬着装置と腹びれをつけ、燃料タンクを高い位置に配した。また、重量対策のために後部胴体の外反をなくし、トラス組の骨組みが剥き出しになった。 テールブームというスタイルで当時のヘリコプターのイメージとなった。米軍では H-13D に複操重装置をつけた H-13E も採用した。47G ではコックピット後方の燃料タンクを左右1個ずつとし水平安定板を追加した。馬力不足を改善するためエンジンを200馬力に出力強化した。 ボーカルマイナス 435A1A A に転換し、木製だったローターを全金属製にした 47G マイナスにも登場。さらにエンジンを強化した 47G マイナス 3B を開発し、荷物を運べるようになったほか、航続距離も増大した。後期型の 47H、47J では、通常のキャノピー、モノコック構造のテールブームとなった。 海上自衛隊のベル478条、小島のマレー市場中小対策として DDT を散布する日本ヘリコプター輸送のベル47日本では1953年、保安庁の警備隊に採用され、その後1954年、保安庁保安隊にも採用された。陸上自衛隊ではベル4 7 d 1を h 1 3 e として米軍から6機供与され、 ついで、川崎重工業によって1954年から1964年まで、ライセンス生産が行われた、H、H-13H を75機導入。さらに、川崎の独自開発 H-13KH を1966年までに19機、採用し、練習、連絡、観測ヘリ、ひばりとして1982年まで使用された。川崎では 47G のほか G-2 の木製ローターを全金属製にし、エンジンを250馬力のボーカル -435A1E に転換した 47G-2A も生産。さらに、エンジン強化型の 47G3 バイトのエンジンの余裕を使用し、キャビンを拡大して4人乗りにした KH-4 を開発し、ライセンスを受けて販売した。 k h 四は九百六十二年に初飛行し、翌年に警視庁に納入されて、以降、陸上自衛隊、新聞社、運行事業会社に採用されたほか、ビルマ空軍など海外へも輸出され、九百七十五年までに二百三機が生産された。また、川崎では k h 四をベースとして、リジットローター実験機の KHR-1 を開発し、 研究に用いた。KHR-1 は1968年から実験を開始し、研究の成果を7人乗りの KH-7 として量産する計画だったが、オイルショックの煽りを受けて中断された。KH-7 計画は1977年に、ドイツ MBB 社との共同開発として、BK117 となった。4 7 d 一は、 日本ヘリコプター輸送でも使用され、その機体のうちの1機が体育後交通博物館に展示されていた。ありがとうございます。